1853年のパルマス岬を描いたエッチング1840年頃のパルマス岬の布教書パルマス岬は西アフリカのリベリア海岸の南東端にあたる岬でありアフリカ大陸の北半分の南西端と表現されることもある岬自体は岩がむき出しになった小さな半島がサスで大陸に結びつけられたものである半島部のすぐ西には ホフマン川の三角港がある。2 0トルほど東にはコートジボワールとの国境をなすカバレー川の河口がある。国際水路機関はパルマス岬をギニア湾の西端と定めている。海から接近する場合、岬にはいろいろなランドマークがある。ホフマン川の三角港の出口には小さな細長い島ラスワーム島があり、半島と防波堤で結ばれている。 この島の名は、メリーランドアフリカ植民地初の黒人総督だった、ジョン・ブラウン・ラスワームにちなんで名付けられたものである。周囲にはさすが多いため、岬にはそれを警告するための灯台が設置されている。かつては、ハーパー市内の大きな金色の球体を屋根に乗せた、白い建物が、沖合からでもはっきり見えたという。1458年、ポルトガルのエンリケ公会王子が探検。 交易、奴隷獲得を目的として派遣したディオンゴ・ゴメスの一行は西アフリカ沿岸を南下して、この岬と三角港の入り江に到達した。ここは西アフリカの海岸線がこれ以上南へ伸びず、明らかに海岸線の方向が東向きに変わり、ギニア湾が始まる地点であった。ゴメスはこの地をカボダズ・パルマスと名付け、後に英語化されて、ケープ・パルマスとなった。川の方は、 リオダズ・パルマスと名付けられたが、後にホフマン川と呼ばれるようになった。パルマス岬の名は、現在のリベリアが故障海岸としてヨーロッパに知られていた頃から、まずラテン語の様々な地図に記載されるようになり、後に様々なヨーロッパ書語の地図にも記載された。パルマス岬の名を記載した最古の地図は、1502年に完成したカンティノ図である。 1831年12月、アメリカ合衆国のメリーランド州議会は、以降26年間にわたって、毎年1万ドルを支出して、自由な黒人や元奴隷を合衆国からアフリカへ移送することを決定し、この目的を達するために、メリーランド州植民地協会を設立した。メリーランド州植民地協会は、1820年代に、 リベリア植民地を創設したアメリカ植民地協会の支部を母体に創設されたが、やがてリベリアとは別個に新たな植民地を建設して入植者を送り込むことを決定する。1933年にはパルマス・岬一帯を中心に植民地が建設され、1834年2月12日にそれをメイリーランド・イン・アフリカと命名した。パルマス・岬一帯を中心とした 植民地は1841年2月2日に国家としての地位を認められ1854年5月29日に独立しメリーランド共和国となったその後メリーランド共和国はリベリア共和国と併合条約を締結し1857年3月18日にリベリア共和国に併合されたハーパーは1835年に メリーランド州植民地協会が建設した町で小さな港湾となっているホフマン川の三角港に沿って内陸方向へ北東に市街地が広がっているホフマン川の右岸にはホフマン駐屯地があるパルマス岬という名称はメリーランド軍全域を指して用いられることもあるしまた地元では軍庁所在地であるハーパーのことを指して事実上の 同義語として用いられることも多い。ありがとうございます。